なんだかんだ夏の魔王を続けてきましたが、そろそろ決着をつけてしまっても構わないかもですね。ぶっちゃけ現時点でもすでに落ちきってしまっているわけですから、放っておいても別に変わらないといえば変わらないんですけど、まあ今はそういう時期のようですし、せっかくなのでけじめはつけておきましょう。絶望的なとどめの一撃を、背徳的な永眠の合図を、暗く心地よい堕落の中に与えてあげますからね、マスターさん。さてそのために改めて聞いておくことにしますか。本当は私には分かってますけど、儀式のようなものです。あなたの口で規定されるのは欲望に直結した意味がありますからね。ではあなたはどのような私に愛を与えられたいと望むのです。わかりました。それでは本番は、その私とあなたにふさわしい時、その私とあなたにふさわしい場所で。ああ季節感なんて気にする必要はありませんよ。私がここにいる以上、あなたと私の間ではまだ夏は続いているんですから。というわけで早速始めましょう。とどめの一撃をもてあそぶのは二流のすること。フィニッシュムーブだからこそスマート&ストレートに、それが今回のテーマです。魔王マーラの直球攻撃で、さあバレンタインという夏に落ちてしまいなさい。いただきましょう。ノンアルコール？お酒を飲む習慣がないからか、それとも安全性のためにあえてか。意識ない世界ですから、無意識の影響も受けちゃいますか。まあ美味しいからいいってことにしましょう。とにかく気持ちいい温泉にお盆に乗ったお酒、尺をしてくれる従順な魔王神話、心地よいのは確かです。これが蒸気浴ですか。血流が良くなってる感じがしますね。これは確かに大敗的で背徳的な冷たさですね。こんな、こんなの整うに決まってるじゃないですか。完全に整った、整いましたよ。もうダメ。え、うん、なんでもないですよ。でもどうですね、恥ずかしくはあるんですけど、正直にぶっちゃけて素直に言ってしまえば、幸せだなって思っちゃったんです。マスターさんと一緒にいられて、魔王である私を
魔王のまま受け入れてくれて、完全に私のために尽くしてくれて。この際、はっきり言葉にしてしまいましょう。あなたは最高のマスターですよ。出会えてよかったです。そんなマスターさんに今日は素敵なプレゼントがあります。目を閉じてください。おや、ひょっとしてもっと別の何かだと思いましたか？残念。あなたに想像できる程度の堕落なんかを簡単に与えてあげるわけないじゃないですか。私、魔王なんですから。だから今日はこのチョコレートで我慢してください。私の嘘偽りない気持ちを込めたラブラブチョコでね。決まった。夏の魔王の復讐計画カン。え、ただでさえ整ってるのにこれ以上まだ私にご奉仕をしようと。いや、肩を揉むくらいって言われても今の状態だとちょっとそのいろいろ問題が。これ無理かも。なんか動揺しすぎてしまったせいで意識内世界の維持が難しく。魔王、戦略的撤退します。